こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。こんにちは。わんぱくでもいい、たくましくリフォームしてほしい、まいちゃんです。舞ちゃんの家が決まったんですよね。ということで、後ろ今日は何ですか、それは。今ちょっと中華料理屋来てるんですけども、ちょっとメニューが多すぎて、ちょっとなんか人気ランキングとかにしてほしいなと思って。迷いますよね。まさにマンションのキッチン、お風呂、トイレ、洗面、マンションを決めた舞ちゃんのリフォーム計画を一緒に山さんがお手伝いしよう。それを YouTube で配信したいなと思うんですけれども、早速なんですけれども、もういきますよ。今日やるのは人気ランキングを紐解きながら、今までランキングを発表してたんですけど、舞ちゃん欲しい、山さんが欲しい、そんなキッチン何なのかということで、今日ちょっと解説するのは、まずはリフォーム対象を見ながらでもいいと思うんですけれども、それぞれのまず全体的な内容をこの人気ランキングのところから、まりちゃんがどれ見たいかな、これ欲しいかなって、ショールーム回っていって、そのもともとはセリアなんかが人気あったわけなんですが、まりちゃんのキッチンの家はどうしましょう。だって、ランキング1位だったら、まあ、それ絶対チャーシュー、大盛りチャーシューラーメン、それするんですかっていうことになるんですが、いやいや、私にはもっとこだわりのものがあるんじゃないの。鶏塩ラーメン、そんな内容があるんでしょうか。まず押さえていきたいのは、これ見てる動画の方も、うちもって、うちも個人的にはどれがいいのかなって。この発表されてから約4、5ヶ月経ったこのランキングのリフォーム対象、これはまあプロが選んでる、まあ、投票じゃないですか。もっとショールームで新しい新商品の情報なんかもまず混ぜ込んで発表したんですけどね。まずステディア、最近もクリーンアップ行ったんですけど、マイちゃんの中でクリーンアップはいかがですか？今私の中ではクリーンアップが1位です。そうですね。クリーンアップ1位なんですね。っていうのは、セントロが出たことによって、セントロの中の、まあ、カラーステンレスが気に入ったんですが、ステディアって新しい、まあ、最近のカタログの中にも、ホルテックスシンクって新しい、無骨なシンクも出ましてね。これが、やっぱり大きなポイント。で、2位には、タカラ、トレイシア。3位には、ノクト。で、トクラスが、今で言うところのベリーが新しく、変わりましたけども、コラージュアに。この辺で言うと、ノクトはデザイン的にこのソフトガマチ、オリーブロス、グレーですか。この扉のソフトガマチが人気がありますし、まあ、マイチャーの中でクリーンアップがいいなと思うんですけど、クリーンアップ以外の次だったらどれなんですか、候補的に。まだ決まってないじゃないですか。注文サイン書いてないじゃないですか、キッチン。うん、そうですね。ミシェル。ミシェル。ということはやっぱデザイン性があるね。リシェルデザイン。まあ、これ今中級発表してるんで、リクシルのノクトなんかもデザインになってくるのかなと思います。視聴者のアンケートではやっぱ宝が強くあるんですけど、抹茶が宝じゃない。宝より、ステディアになる理由もちょっと聞いてみたいんですけど、どの辺ですか？私はですね、一応ちょっとまあ今、クリーンアップをしているのは、やっぱりダークステンレスってがことは、ステディアの上、セントロを狙ってるわけですね。セントロを狙ってるんですけれども、妻は、そこまでの天板の必要あるって昨日言われて、ああ、決めてたのに、そんなこと言うの？みたいな感じになってまして、まあ、あと、天板で僕はちょっと今優先して決めてて、あとセラミックがいいかなとか、まあそういう感じ。で、まあ、タなるカラほど。の中では、まあ、私は特別そこまで、ホーローということにこだわってはいないので、まあ、そうですね、ちょっと気に入ったデザイン重視でやってます。なるほど。よくその声も聞くんですよ。そのこだわりが扉という形で、宝の、ホーロー扉って言ってるんですけど、この宝以外の選択肢で見ている形は、汚れるのは天板だから、天板でこだわりを持っているっていう形なんですよね。そういった面で言うと、デザイン性がありながら染み込みにくいってなった時に、ステンレスへの安心感、そして高級感、デザイン性もいい、ステンレスシンクがやっぱり安心、そうなってくると、ステンレスの天板はどうかなと思った時に、舞ちゃんの言われるカラーステンレス。さらには、セラミックの、天板、リシェル SI なんかもデザイン的に好きという形ですよね。こちら、リシェル SI。前ちゃんはい、のリシェル SI の気に入ってるとこ、どのあたりですか？いやもうこれ、まさにこの写真のだと思うんですけど、ショールーム行った時にモカ色の、セラミックトップと、まあ、あとはその取っ手とかの色を合わせたコーディネートを見た時に、あ、こんな可愛いのがあるんだなっていう、最初はちょっとダークな印象があったんですけども、すごく可愛くて、あ、これいいかもなと思いましたね。はい。リシェルのショールームに行くと、ブラックのリシェル出てるんですか？山さんもそれよりも、横浜の場合も隣にあるんですけれど、こちらの方のアウトドアリビングでカタログに採用されてる3ページ目ぐらいのカタログに載ってる、この天板の方が綺麗で、山さんの友達にもこれを入れさせてもらったんですよ。で、
こちらの方の水洗もシャンパンゴールド、それから取ってもシャンパンゴールド、さらにコンロもシャンパンゴールド、そういったつながり、レンジフットもシャンパンゴールドだったかな、そんな感じで色のつながりがきれいにできる。だからこそ、リシェルがこの1位として人気あるんですが、でもこの中で言うと、舞ちゃんがさっき言われたクリナップセントロ、これいかがですか？思いの丈は。やっぱりセントロ、その天板問題でいろいろずっと山さんと配信してきて、やっぱりちょっと何も気にしない天板がいいなっていうところで、まあ、セラミックなのかなと思いきや、まあ、そのステンレス最強説、ただステンレスはちょっと武骨というか水回りっぽさが残るなと思ってたところにダークステンレスが出てきておしゃれ感が出たので、まあ、あと最新の機種というものもあって私の中ではそのあステンレスのダーク使ってみたいっていうところでセントロ。あとクラストにもともと舞ちゃんは、聞かれていたというところがあります。デザイン性、最近で言うと、こちらドイツのデザイン賞、世界的デザイン賞、レッドドットデザイン賞を取ったクラスト。クラストに惹かれてた理由っていうのは、どういったポイントだったんでしょうか？私はですね、正直自分の趣味とか趣向を除いてキッチン単体で見たら、実はクラストが一番美しい、もう素晴らしいなと、一番素敵だなと思うのは実はクラストなんですけど、ちょっと私にはちょっと女性っぽすぎて、美しすぎて、お部屋のコーディネートとちょっと違うかなっていうところで、クラスを選んでないんですけども、まあ、正直、ものだけで言うと、クリスタルカウンターが一番好きです。いや、綺麗ですね。シンク見たらな、これキッチンとして使うのはどうなのと思うぐらい綺麗な形が、このクラスのスクエアのシンクだと思うんですが、まあ、ちょっと補足させていただくと、タカラスタンダードレビュー、これが8月に新しく、海外食洗機、ボッシュも入れるみたいで、これがどうなってくるかによっても、舞ちゃんちょっと変わるんじゃないですか。ちょっとレビューの新しいやつ、新しいのに弱いし、海外食洗機、ミーレも舞ちゃんを入れたいから、そういった面で言うと、クリナップのクシルがミーレの海外食洗機60を入れて、そうなってくると、レビューはボッシュの食洗機も入れれますから、そういった面で言うと、レビューもまた素性に上がってくるんじゃないですか。いやー、そこ実は気になってて、それ見てから判断したいなと思ってます。はい、ということで、どん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 広がって、いきますので、ちなみによく聞かれる質問、山さんどれがいいのっていうふうに言われるんですけど、山さんね、自分で入れるんだったらね、ちょっとね、ウッドワンのフレームキッチンとか、ちょっと入れてみたいなって、こう。ああ、そうですね。なんかね、ちょっとおしゃれというか、こんなキッチンでどういっていうね、普通のキッチンじゃないものをちょっと入れてみたいかなと思っております。好評なこの視聴者アンケートの中では、タカラスタンダードレミューがこちら、全体の 46% 投票しています。ただ、実際にあなた好みのキッチンを、見つければいいという面で言うと、普及クラスで、予算を抑えながら、オプションもつけていく、ラクエラクリナップなんかはやっぱりとっても人気がありますし、リクシルのシエラでもあります。エーデル、リフィット、この辺は、山さんはね、この普及クラスとリフィット一番推しなんですよね。底板がステンレスですよ。パネルがホーローですよ。そしてレンジフードも、このホーローのレンジフード。逆に言うとね、タカラ推しのメーカー、からすると、タカラからするとリフィットあんまり売れたら困るっていうぐらいリフィットめちゃめちゃ優秀。タカラだと、そんなちょっとリフォーム会社っていうぐらい、タカラはめちゃめちゃこのリフィットって優れすぎっていう形で、隠れシステムキッチン界の王者じゃないかなと思うリフィット、こちらの方も、ぜひチェックしてはいかがでしょうか。視聴者アンケートでは、この宝のエーデル、尻尾を取って、これもね、まいちゃん、これも好きなんですよ、尻尾を取って。はい、尻尾とても大好きです。さっきのクラスと一緒で、デザインだけで言うと、これもかなり上位です。はい、という意味で、自分が買うか買わないか、また別として、推しの部分があるかな。総合としては、相変わらず、クリナップ、ステディア、やっぱこの辺、デュアルトップも含めた形で、水洗とこのデュアルのカウンター、こちらの方の色のコーディネートなんかは素敵なんではないでしょうか。はい、ということで、キッチン人気ランキング、今日は、まあ、リフォーム大賞というよりもね、まんちゃんと山さんの今見た最新の新商品の情報を踏まえた人気ランキング、キッチンを選ぶのはどれがいい内容をお届けさせていただきました。いかがでしょう、今日の内容は。はい、大変参考になりまして、私、まあ、ダークステンレスで私の中ではもう決まってたんですけれども、ちょっと妻がステディアでいいんじゃないかって言い出してですね ダークステンレスにするぐらいだったら、セラミックももう結局同じぐらい値段するから、だったらセラミックの方がおしゃれじゃないとかいろいろ言われてしまって、じゃあダークステンレスじゃないんだったらステディアにこだわらなくても、ちょっとクリナップ、やっぱりリクシルも見てみたいなとか。ちょっとまた選択肢増えちゃって、もう決まらない感じです。
いや、でもナイスなタイミングの動画になりましたね。まさしくでもセントロからステディアセラミックなんだったら。ということで、リシェル SI もぜひ、ショールーム見に行って、またそちらの内容もレポートしたいと思います。いきますよ。まえちゃんのマンションでリフォーム必ず、せーの、必ず必ずできる。行ってらっしゃい。ありがとうございました。ありがとうございます。